こんにちは。カナダ在住の山達です。フリーダムコンボイリーダー保釈ということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、今日なんですが、多分今日。 時間なかったらすいません。明日、えー、動画を2本作ろうと思っています。えっ、ー、と、大統領選挙絡みの話題を取り上げる予定でして、ジョージア州で今日大きなことが会見で発表されました。で、えっ、ー、と、あとはそれとは別件で、コロラド州でもなんか面白い話が出てきてるんですね。内容しっかり確認してないので、えー、動画として取り上げるほどのものなのかはわかりませんが、えー、面白そうだったらそちらも取り上げる予定ですから、えー、気になる方はぜひともご確認ください。はい。 では、本題いきたいと思います。フリーダムコンボへの今ということで、えー、っと、今現状リーダーの人たちがどうなっているのかっていう話題を取り上げていきたいと思います。リーダー格の中でも、逮捕された後、保釈が認められた人、認められなかった人に分けられたわけなんですが、えー、認められずに未だに交流され続けていたのがマ田リッチさんだったんですね。で、今日裁判でようやく保釈が決定しました。 ね。で、まあこれで良かった良かったおしまいとはまだならないんですね。この後、本ちゃんの裁判も控えていますからえ、まだまだ話は続いていきます。で、そもそもなんで保釈って認められてなかったのって言ったら、え逮捕されるときに、こういうふうにね、その、後ろでね、手錠されている最中に、hold the line! っていうふうに叫んでたんですね。で、これがその、なんて言うのかな。まあ、そのまま現状維持しろよ、みたいな感じの意味なので、私はもう逮捕されていなくなっちゃうけれども、えー、まあ まだ戦い続けている人たちは、そのまま頑張ってくれ、みたいなね、そんな感じのことを言っていたわけなんですね。で、ここをもって検察側が、えー、再犯の危険性があるというふうに指摘をして、それを裁判所が認めていました。なんですが、今回の第2審のところでは、そもそも玉田村リッチさん本人は前科もなければ、凶悪犯でもないと。 で、今回その、起訴されている内容に関しても、凶悪犯罪じゃないにもかかわらず、ここまで長い期間保釈が認められないっていうのはあり得ないと。いや、まずお前が裁判すぐ判決出さないのも悪いだろうっていうのを思ったんですが、それは横に見ておいて、はい。まあ、とりあえずありえないと、合理的じゃないっていうことを指摘した上で、保釈が認められました。 はい。ね、実際このフリーダムコンボインに限った話をした、しても、えー、怪我人を出したのって、マニトバ州で、えー、その、車でね、わざと4人の参加者を引いた局さんの活動家がいたんですが、まあ、そいつが原因だったわけなんですよね。で、その、ね、人を引いたにもかかわらず、もうすでに保釈、そいつ認められてますからね。でも、たまらリッちさんダメだと。もう前科もなければ、 人をまた傷つけてないんですよ。はい。っていうことで、まあ政治的なバイアスがめちゃくちゃかかってると。政治的な囚人じゃないかっていうような指摘がずっとあったわけなんですが、まあ、今回そこを裁判所は、えー、覆したというところがあるわけなんですね。はい。で、具体的に条件ってどんなものなのかって言ったら、えっ、ー、と、まあ、これ一部です。 はい。まず保証人が必要ですよと。で、保証金として200万円、50万円それぞれ用意してください。24時間以内に首都オタワを72時間以内に、えー、オンタリオ州から離れてください。で、裁判を除いてオンタリオ州にまた立ち入ることはしばらく禁止しますよと。で、あと警察に定期的に、えー、現状報告をしなさい。SNS の使用禁止。で、代理による投稿もダメだということで、その、なんか、声明とかを出す。 のはもう一切禁止されたっていうところがあるようなんですね。で、この後検察が指名する人物との接触も禁止されるということで、これは多分ね、あの、リーダー格の人たちぐらいにとどまるとは思います。はい。で、あとは、えー、これがね、一番個人的にどうなのかなって思ったのが、えー、いかなるこあ、いかなるじゃない、ごめんなさい。えっと、この規制を、撤廃を求める抗議活動に参加することは一切禁止するということだそうなんですね。はい。 まあ、あの、元々ね、その首都周辺であるとか宗教周辺の道路を封鎖したっていうことは、まあ、これ事実だし、まあ、明らかに違法行為っていうところは、それはその通りなんですよね。うん、なんですけれども、まあ、そういうところもあって保釈には絶対ね、何か条件が付けられるってところも想定されてたとはいえ、やっぱまあこういうふうにその声を上げることは一切禁止されるっていうところに関しては、正直応援してた立場なので、複雑な心境なんですよね。んで、特にこれに関しては正直ね、そのトルドーがね、えー、一人、 笑っておしまいみたいな感じに正直見えてしまうところもあるので、うーん、どうなのかなって正直思うところがあります。はい。まあ、とはいえ、保釈されたことはまず第一歩かなっていうふうに思いますし、この辺はね、あの、アメリカと比較してね、あの、1月6日事件で保釈が全く許されてない人たちいますよね。あの人の扱いと比べるとまだマシかなっていうふうに思うところはあります。はい。というようなお話でした。はい。 で、えっと、こっからはですね、あとはカナダ、よく科学、科学っていうことを言ってるわけなんですが、えじゃあその科学って一体どういうものだったのかっていうところですね、二つ皆さんに具体例をですね、ご紹介していきたいと思います。もしかしたら日本も同じことになってるかもねっていうお話ですね。 はい。まず一つ目がですね、ケベック州の課したですね、夜間外出禁止令に関する話題です。えっ、ー、と、昨年末、2021年12月29日なんですが、オミクロンへの対応だっていうことで、ケベック州の首席医務官が夜間外出禁止令の再導入を政府に推奨勧告しました。えっ、ー、と、夜の9時半以降でしたっけが、基本的には確かに外出歩いちゃダメだったんですよね。で、仕事帰りとかは OK なんですが、えっ、ー、と、 ま、基本的には出ちゃダメだと。でも、その中でも抗議活動とかでね、出た人はいたんですが、まあ、どん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 その逮捕されるなり、えー、罰金課されたりとかいろいろしていたわけなんですが、まあ、この結果ね、ケベック州っていうのは夜になるとパトカーが大量に出歩いて、警察もめちゃくちゃ世に放たれて、えー、ま、本当にね、これがカナダなのかと、本当にどんどん崩壊していってしまうなっていうようなところをまざまざと見せつけられたのが、この夜間外出禁止令だったんですね。で、まあ、これ、まあ、禁止令なので、 日本ほど強くはないと思いますが、若干ね、日本のマンボウとか、なんか緊急事態宣言のあの、えー、自粛措置8時以降、なんかお酒ダメとかああいう系の話あるじゃないですか。なんかあれとね、若干被せては見ていただけるといいかなというふうに思うんですが、これを推奨したのが12月29日だったんですね。で、12月30日の夕方の5時半に、えー、ケベック州知事が会見開きまして、夜間外出禁止令を発表しました。 で、これかなり人々の行動を制限するわけじゃないですか。でもすでにパンデミック始まってもう約2年間経ってるところだったので、で、いろんなね、世界の国々が同じような命令出したりとかしていたわけなので、そりゃあね、えー、効果ありますっていう論文とか研究結果とかがしっかり分析結果が出ていた上で、効果があるから導入したんですよねっていうことになりますよね。 その最初期の時だったら、まあ、効果があるかわからないけれども、とりあえずやってみたっていうようなところは、まあ、ギリ理解できなくはないんですよね。でも、もうここまで2年近く経ってるので、それは分析してるに決まってるじゃないですか。ね。えー、だからそれはありますよねっていうことで、情報公開請求をして、で、どんな科学的根拠があるのかしらっていうことを調べてみたら、えー、もうそんなもの一切ない、単なる思いつきで提言したっていうことが明らかになったんですね。 特にこの思いつきでやったっていうところが明らかになったところも最悪で、これどういうことかって言ったら、これ30日の5時半に会見開いたんですよね。その日の朝10時、12月30日の午前10時に、この推奨勧告をした首席医務官の補佐官が、ケベック州、ケベック州の公衆衛生研究所に、今日の5時までに、この夜間外出禁止令に効果があるっていうような研究結果、 で、あと他国で同じように導入しているところがどんな感じになっているのかっていう、その状況を教えてくれっていう、とんでもない無茶ぶりをしたわけなんですね。で、もうここね、皆さんもわかると思いますが、推奨勧告をした後に、根拠を探してるんですよ。もうこの時点で、思いつきってわかりますよね。しかもこの短時間。で、これに対して公衆衛生研究所何だったかって言ったら、えっ、ー、と、まずそんな都合のいい研究はありませんと。 で、さらに、時間なさすぎるから、その他国の分析なんてやってられないっていう返答が来て、もう根拠なんて一切なしの状態で、えー、これ発表されてたっていうところがあるんですね。で、さらに言うと、主席医務官は、えー、やるといいんじゃないみたいなことを言ってたんですが、公衆衛生関連の長官は、夜間外出禁止令に大反対してたっていうことだそうなんですね。なんで、意見も分かれてて、根拠もなくて、いう状態で、これが発表されてたっていうところで、 これがね、カナダの価格なんですよ。まあ、その1っていうふうに言っておきますが、はい。えっ、ー、とね、えー、もうその、分析とかはいらないと。科学的根拠もいらないと。その主席義務官が、 効果があるっていう風うに信じるものに関しては効果があるんだと。で、なんかこの後ね、確か批判があったところにツイッターか何かで、この主席無関、その批判してる連中に、なんか俺をなめんなよみたいな、そんな感じの、えっ、ー、と、まあ、これすごいざっくり言っらしい言い方ですが、まあ、そんな感じのね、あの科学をなめんなみたいな感じだったかな、なんかそんな感じのね、ツイ,ツイ,ツイートもしていたようですよ。はい。で、えっ、ー、と、その後批判止まんなくて、結局辞任したっていうことで、まあ、逃亡したのかなって僕は思うんですが、 こういうふうにですね、えー、めちゃくちゃ制限かけてたんですが、その裏では科学的根拠には一切見つからなかったし、なんならそれを決めた後に根拠探しをするっていう、本当にめちゃくちゃなことになっていたということが今明らかになってきてるんですね。はい。ちなみにケベック州今年選挙がありますから、さあどうなるかっていうところはちょっと楽しみにしておきたいですね。はい。 これがまず一つ目です。で、二つ目なんですけれども、今、カナダ、州ごとにもよるんですけれども、どん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 規制緩和に動いているところは多いんですよね。ワクチンパス廃止と、まあ、中断って言うとか,かな。ワクチンパス中断とか、えー、マスク着用義務も中断とか、まあ、そういうのがどん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 進んでいる中で、 とある州では、接種義務付けの範囲を拡大するっていうね、そういう地獄のような第三世界が存在するんですが、それがですね、今僕の住んでる BC 州なんですよ。はい。で、ここが、えこういうふうに拡大をしたっていうところで、まあ、さぞ大変なことに、じゃあ州内はなってるんでしょうねっていう話なんですが、全然そんなこともないんですね。はい。で、えっ、ー、と、そんな中でですね、この BC 州って人口が多いので、えっ、ー、と、州の中も何分割かして、その、えー、なんていうんでしょう、その、 医療機関の管轄って決まってるんですが、このバンクーバー周辺を管轄しているところですね、えー、ここの最高医療保険機関が UBC、これブリティッシュコロンビア大学っていうところがこの BC 州にはあるんですが、そこに2月16日に出した一つのレターが今話題になってるんですね。このレターそもそも何だったかって言ったら、この UBC が、えー、医療保険機関に接種状況を開示拒否をしている生徒がうちらのところにいると。 で、そいつらを退学処分にしようと思ってるんだ、と。で、まあ、それに、をやるための、まあ、科学的根拠になるようなもの、何かあるかねみたいなことを尋ねるレターを出していたようなんですが、それに対する2ページのレターが、えー、今話題になってるんですね。内容何だったかって言ったら、まず結論から言うと、公衆衛生政策というのは、最低限の介入で、科学的根拠に基づいている必要があると。 そして、先制的、差別的であってはならない。なので、我々はその退学処分に強く反対するということを、 出してるわけなんですね。まあ、これトルドー政権に思いっきり言ってくれやってうふうに思うんですけどね。はい。で、あとはね、いつもボソ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 ちっちゃい声で喋るね、この BC 州のこの医療機関のトップね、あの、ボニーっていうね、あの、博士って言われてる人いるんですが、もうほんとボソ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 喋っててマイク壊れてんじゃねえかと僕思っちゃうんですが、まあ、そいつにね、ぜひとも言ってほしいですね。この、未だにずっと接種義務付けだとか、あの、なんだ、ワクチンパスだとかね、ずっと言ってる人たちね。はい。まあ、って話は横に置いておいて、まあ、こういうふうに、その、 このバンクーバー管轄しているところっていうのは、ええー、その接種状況で何かを分けるっていうのは反対しているわけなんですね。で、さらに言うと、このね、3パラグラフ目のところにあったんですが、接種者も、未接種者も、もう今いろんなデータ、 来たけれども、その、重症化率のところはいろいろあるけれども、でも、その、感染者数とかをよく気にするっていうところが今あるわけなんですよね。で、そこの検知に立てば、もう何も変わらないと。いもう、どっちでも、かかるもんはかかるっていうふうに言ってるわけなんですね。で、さらに言うと、若者はそもそも重症化ほぼしないから、別に打ってる打ってないで、その、退学退学させないとかはもう関係ないと。 いうことを言ってるわけなんですよ。まあ、そんでもね、昨日も車運転中ね、何回も、その、えっと、5歳から11歳までね、えっと、すごく効果があるからみんな打てよ、みたいな、そんな CM がですね、ずっとあの延々と、あの、なんだ、ラジオで流れてましたが、はい、まあ、そんなことをですね、言ってるわけなんですよ。っていう、これが、 カナダの価格でございます。はい。えっ、ー、とね、えー、まあ、BC 州全体のトップの人はいやいや接種義務付けの拡大をするべきだっていうふうに言っているんですが、なぜかね。えー、ただその中でも、えー、例えばバンクーバー管轄しているところに関しては、あのもうね、先制的じゃあっては駄目だし、最低限の介入にしないといけないし、え、科学的根拠に基づくのあれば、もう接種者も未接種者もそんな大して変わらないよみたいなことを言っちゃってるわけなんですね。はい。こういうふうにですね、意見が全くまとまっていないっていうね、そんな価格が今カナダの 現状でございます、はいえー、と僕の意見もですね、今若干ちょっとまとまってなくて、な,なんだろう、僕の今喋ってる内容もですね、なんか話が前後してちょくちくちになってたかもしれませんが、はい、えー、こんな感じの状態が今続いているわけです。はい。 で、こんなにめちゃくちゃなもんだから、未だに人々はもう戦い続けるわけなんですよ。もういい加減ね、人々もね、日常生活に多分戻りたいと思ってますよ。戦いももうやめて、え平和的に過ごしたいと思ってると思うんですが、それでも政府の動きが止まらないもんだから、戦い続けなければいけないわけなんですよね。はい。で、そんな中ですね、今。 カナダでは新たな取り組みでフリーダムチェーンっていうものが始まりました。えっ、ー、と、詳しいことはね、前の動画で喋ってますので、一応コメント欄にね、前の動画貼っておきますが、フリーダムコンボイのまあ、第2幕っていう形でね、フリーダムチェーンっていうものが始まってますから、えー、よくわかんない人はそっちをぜひご覧ください。はい。で、えっ、ー、と、首都オタワも含めてですね、各地でまた抗議活動が続いていますね。えー、またね、あの、週末はオタワのね、あの、議事堂の前で人々集まって踊ってましたからね。はい。で、あとこういう風に道路でずらって並んでね、人間のチェーン作ったりとか、はい。まあ、あとこれ僕の住んで るここのの BC 州のところで、すね、えー、と州都ののクトリアのところの,議事堂のとここ集集ままままっってててたた人人たなんでですすすがうういいいにね々戦始めています、はい、でこれはもうカナダだけに限った話ではなくて、えっ、ー、と、ちょっと今回動画はもう入れてあり、画像は入れてませんが、ニュージーランドでもあったっていうことですし、えー、ヨーロッパの方でもあったっていうことだそうなんですよね。で、あとアメリカが今すごいことになってまして、アメリカ版のフリーダムコンボやピーポーズコンボイっていう風に言われるんですが、まあこれがもう首都 DC に到着したと。 で、その道路を完全封鎖とかじゃなくて、なんかずっとぐる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 回るっていうことだそうなんですね。で、その数っていうのが、まあこう、こんな感じのが今一大退去していってると。で、あとね、個人的にね、まああんま関係ないかもしれませんが、そのね、トラックがこうこ、ずらって並んでますよね。で、人間一人のサイズこんなもんです。で、トラックこんなもんです。で、それに対するこの、アメリカ国旗の大きさ、これすごくないですか こんなんどこで売ってんのって思ったんですが、アマゾンで売ってんすかねこれなん,かなんか何十万円とかしそうな気がするんですが、はい。こんなんを持って参加している人たちもいるわけなんですね。はい。えーえー、っていうのが今、首都 DC にも来ているということで、で、 あの、一般教書演説をバイデンがね、えっ、ー、と3月の2日ぐらいにしたんですが、その時に州兵がなんか知らないけど派遣されたんですよね。いらねえじゃんって僕は思ったんですが、まあその州兵もまだ首都 DC に残していて、このフリーダムコンボイじゃなかったピーポーズコンボイに対する警備として残しているということだそうです。はい。っていうような形でですね、アメリカも今本格的に始まったということで、えー、今ね、世の中正直ウクライナ、ロシアに関する話題がね、メインだと思うんですけれども、えー、バイデンはですね、ちょっともうこれは見逃すことができないレベル にに、ね、なななとるんじゃいいのかなっていうふうに思うところがありますはい。で、ちなみにカナダの話に戻しますと、この後、今僕の住んでるこの BC 州のシュートにトラックが集結するかもしれないっていうことだそうです。えー、3月14日を一つ目標にトラックを集結させるみたいな話が出ているようなんですね。で、BC 州のシュートってこれ、海隔ててるんですよ。あのー、 島にあるんですね。このバンクーバーってシュートっていう風に思われる方いるかもしれませんが、実は違いまして、ビクトリアっていうね、フェリーじゃないといけないところに、えー、シュートがあるんですよ。で、そこにトラックが集結するっていう話なので、 ま、現実的じゃないなって僕は正直思っちゃうんですが、えー、ま、どうするかはわかんないです。はい。まあ、大量にね、みんなフェリーに乗っていくのかはわかりませんが、まあ、とりあえずそういうふうにまた、第二の動きも出てきているということだそうです。はい。ひとまずですね、権力モンスターと人々の戦いはまだまだ続きますので、え、これらはね、しっかり追いかけ続けていきたいと思います。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後はですね、えー、と、おとついの、えっ、ー、と、ライブのね、あの、出演料のお支払いをしている最中ですね、えー、ガツガツとデブちゃん、たぬきくん、美味しく食べす、美味しそうにね、食べていました。はい。というご報告で終わりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。